12月のエンタメプレゼンター INI の木村雅也です。初登場、今日してきました。すごく緊張したんですけれども、カルベさんも三宅さんもアナウンサーの皆様すごく優しくて落ち着いてできたので、やっぱり100点満点です。ということで、次回はやっぱり生原稿ってすごく生読みが緊張するので、そこまた皆さんにチェックしていただきたいなと思います。それでは次回もぜひ見てください。そして頑張った自分とメンバーにご褒美をあげるなら、結構メンバーの中にサウナだったり温泉が好きだったりというメンバーが多いので、極上の温泉旅行みたいなご褒美をあげたいなと思います。全然実現するか分かりませんが